皆さん、こんばんは。今日も10歳若返り YouTube チャンネル授業を行っていきます。今日はですね、2022年のヒット治療と言われています女優注射、これがですね、なんでこんなに人気なのかっていうことをこの授業で解説していきたいと思います。まあ、本当に現場で各院で働いているスタッフや医師はですね、思ったと思います。こんなに女優注射ってなんで人気なんだろうと。で、1個はですね、まずネーミングがかなり、まあ我々のグループでつけたネーミングの中で久々にヒットメニューの名前来たなっていう感じですね。まずこう名前が売れそうっていうね。実はこの前の私、皮膚科のヒットメニュー名はベビースキンだと思ってるんですね。このメニュー名はもう名前が先行して、こう治療のイメージをこう語ってくれるっていう、なんとなく赤ちゃんの肌になれそうな治療で、何それみたいな感じじゃないですか。女優注射も女優さんみたいな肌になれるで、何それっていう感じのキャッチーなネーミングができたかなと思いますし、実際に女優注射っていう名前の付け方の由来としては、女優さんたちってほら演技もするし表情も豊かにしなきゃいけないから、表情を固めるってことができないじゃないですか。あるいはヒアルロン酸だ糸だとかでお顔に変な凹凸感をちょっとでも作ったら、何かのこの照明でね、なんかそこに変なしこりがあるとか、あれヒアロン酸のなんか膨らみじゃないとかってさ、見てる人が気づくとそっちに目がいっちゃうじゃないですか。だからもう確実に不自然さをどのライティング、なんならすっぴんでシーンを何か撮らなきゃいけないという時でもトラブルなくこなさなきゃいけない、これぐらいのプレッシャーを日々抱えてるのが女優さんたちで、かつそれでいて同世代の方たちが憧れるぐらいの不自然さがないけど、同世代の中では圧倒的綺麗な存在っていう、もうこのさ、絶妙なところを女優さんたちって本当に極めてらっしゃるなと私思うんですね。実際に私どものグループでもいろんな、まあ、名前が出せない方々も含めてですね、女優さん方、私も対応させていただくと、今言ったようなリクエストを大半の方がされます。で、それをクリアするために、私はもともと裏メニューでボトックスを少しこう例えば薄めてお顔に打たせていただいたりとか、リジュランとお薬とちょっとこううまく調合して打てないかとかをもともと裏でやってて、非常に良かったんです。ご評判が、口コミでいろんな方を、業界の今度なんかメイクさんが来たりとか、業界の人がバーッと来始めて、これはこういうニーズの方にドンピシャの効果がハマるなっていう治療が開発できたんですね。なので、実際に治療の開発の経緯にも実はそういう女優さん方、大女優さん方が実は関わってたっていうのもありますし、かつ命名から、ああいう綺麗な肌になれるんだなと思っていただけるような、そういった治療作りを頑張れたっていう結果が1個あると。なのでまあ命名大事ですよね。とはいえ、だからといってですね、キャッチーな名前さえあれば売れるかといったらそんなことではありません。当院で、実はですね、昨年女優注射を昨年のまあ後半の下半期ですねにローンチをしまして、なんとその半年間で1万3000件以上女優注射受けていただいております。で、女優注射が1万3000件で、あと女優注射のあのリジュランっていう成分単体、ボトックス抜いてやるやつ、リジュラン単体が6700件ぐらいありますので、トータルで言うと当院はまあ約2万件昨年だけでですね、たった1年でリジュランないしは女優注射のお薬を使わせていただいたという実績があります。こんだけ流行ったんですね。それは女優注射、この YouTube 見て女優注射やりたいっていう役が入った部分もあるし、もう一個はドクターから女優注射をおすすめしやすいってこともあります。私この YouTube で何度も言ってきました。眉間とか額のボトックスすっごくいいんだけど、諸刃の剣でちょっとやっぱりボトックス効きすぎると目が重くなったり、眉の形が変わったり、目つきが悪くなったりするかもねってリスク言ってましたよね。このあたりのね、額、そして目の下、目頭側のシワ、
これがボトックスでできなくはないんだけど結構難しいという我々ドクター側のですね、この強いプレッシャーの中日々の診療を戦っている我々にとって女優注射というのは非常に救いのような存在なんですね。どういうことかっていうと、ボトックス微量だけ入ってます。ですが治療の本体はリジュランという肌に皮膚にですね、ご自身のコラーゲンやヒアルロン酸を増やして皮膚に厚みを出したり弾力を少しこう出して張りを出すようなお薬、これが主体でちょっとだけボトックスが混ざってるので、ボトックスがまず効きすぎるって心配があまりないということと、ボトックスだけでシワを治すんじゃなくて、そのリジュランで肌の張りを治しながらちょっとだけボトを効かせるっていうこのね塩梅が、あーこの人におでこのボトックス私結構自信ないなという時にですね、ドクターがやっぱり安心して患者様のニーズに応えて差し上げられるメニューが女優注射だったなというふうに私は思っています。なのでまあクリニックで一緒に働いている先生方、あるいはこう各他の院のね、あの先生方を研修でお会いしてると、やっぱりどの方々も今までボトックス単体でアプローチが難しかったシワに女優注射使えるようになって本当に嬉しいですって声をねいっぱい聞くようになりましたので、これはもし YouTube 見てる方でね、今までボトックスヒアロン酸に失敗したことがあると、そういう方いましても、ぜひ女優注射という選択肢をまた改めてですね当院でご紹介できる可能性ありますので、受診していただければなと思っております。女優注射って、はい、あのボトックスも入ってるってことは、はい、部位ごとに打つって感じですか？そうですね、女優注射を、1本買っていただいて、それを、ドクターがシワの状態を見て打たせていただくので、例えば女優注射1本買ってそれで額だけ打つということもできますし、あるいは額と眉間のあたりに1本打つということもできます。あるいはですね1本買ってもらって目周りに打って、もしちょっと余ったら頬の毛穴のところにも打ちましょうとか、口元の小じわのところにも打ちましょうみたいなことをドクターと調整しながらやっていただくことは可能だと思います。ただまあ症状によってドクターもある程度この範囲にこれぐらい量を使いたいってこだわりがおそらくあると思うので、それはぜひちょっと担当医にご相談いただいてと思います。1本いくらぐらいですか？1本 49,800円、税込みですね。あの非常にリピート率も高くて、先ほど私があの昨年の下半期だけで 13,000件ですって言ったんですけども、あの面白いことにお一人が例えば額をやってよかったから次は目周りもやりたいとか次は首もやりたいのようにですね、範囲や使用する本数が増えるっていう方も結構いらっしゃるので、それはあの満足度が高い証拠かなと私は思ってます。ということで今日はですね、あの SBC で、本当にこうやって我々が開発をしてですね、治療をローンチしました女優注射、びっくりするぐらいですねご好評いただいていまして、まあ、これの人気の理由について授業で語ります。